広瀬すず主演の NHK 連続テレビ小説、夏空、NHK 総合、月曜から土曜8時他の第1週、夏よ、ここが、十勝だ、第3回が3日に放送され、9歳の夏が、胎児から乳搾りを教わるシーンに、視聴者から、努力と才能に溢れてて泣いた、乳搾りで泣くとは、もう涙だよなどのツイートが多数寄せられた。夏空は第二次世界大戦後、北海道、十勝からアニメ制作を夢見て上京し、アニメーターを目指して成長していくヒロイン、奥原夏、広瀬の姿を描くヒューマンドラマ。北海道、十勝の柴田家に来て、以来、夏、阿波の先リーは、屋敷、草刈正雄の指導のもと、酪農の仕事を覚えようと早朝から働いていた。柴田牧場で働く諭吉、小林隆と、菊助、弟タクシン親子は、夏の姿に感心するが、藤子、松島奈々子は、学校にも行かずに働く夏を心配する。毎日、海外宿、仕事を手伝う夏は、日曜日も変わらず菊助や、諭吉たちと作業に励む。乳搾りをしていた屋敷は夏に、おい、こっち来いと声をかけると、やってみろと乳搾りをするように促す。頑固者の屋敷が夏を認めつつある、このシーンに、ネット上には、乳搾りやらせてもらえる？乳搾りの許可が出た。などの反響が、屋敷が、絞ってみろとつぶやくと、夏は、ありがとうございます。と深々と頭を下げる。周りにいた、菊助や竹尾、藤木直人もこの光景を笑顔で眺める。夏は牛に、大丈夫、大丈夫と話しかけながら、胎児の手ほどきを受けて見事に牛の乳搾りを、やってみせる。このシーンに視聴者からは、なっちゃん初めての乳搾りが努力と才能に溢れてて、泣いた、なっちゃん、やったね乳搾り。もう涙だよ、牛の乳搾りで泣くとは、などのツイートが殺到した。さらに厳しいながらも、夏を熱心に指導する、胎児に対して、SNS 上には、夏の働きっぷりと牛への愛情をじっと見つめている、胎児がいい、オンジーが夏に笑いかけてくれる日が今から楽しみで、仕方ない、小夏とオンジーの成長の記録だけでも、全然半年いけるよ、などの声が寄せられた。